皆さんこんにちは。五一コラボの服部と申します。今回もですね、音楽宣教師の、久米小百合さんを、お招きして、お話を聞いております。これも何回も、お話ししていることなんですが、久米さんは、若い頃ですね、異邦人という歌を歌い終われて大ヒットとされた方で、現在は、クリスチャンとして、音楽あるいは、キリストバイブルの伝道師としていろいろご活躍されているということです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、で最近は久しぶりに CD の方も出されてということで、はい、サビカを言っている。はい、でまた別のお顔も持っていらっしゃって、すいません。はい、いえいえ、オリーブオイルのそうなんですよ。ソムリエ。はい。あ、まあジュニアソムリエって偉いソムリエじゃないんですけど、まだジュニアなんですけども、はい、はい。日本オリーブオイルソムリエ協会っていう、協会はオーガナイゼーションの、キリスト教の協会じゃないですけども、オリーブオイルを、オリーブオイルの良さとか、その健康への効能とかを、広く広めていきましょうっていう、そういう団体が、あるんですけど、はいはい、そこで何年か前から文化講座っていう形で、はい、バイブルとツアーとか、はい、いろいろそういう楽しくバイブル読みましょうみたいな、はいはい、文化講座をさせていただいていたのが、はい、ご縁というかつながりで、はいはい、でどうせそういうところで講座させていただいてるんだったら、ね、自分もソムリエっていうのがあるなら勉強してみようかなと思って、はいはい、トライしました。はい、でこんなことをやっておりま す、はい、そのただなんかそのオリーブオイルとバイブルっていうのもね、オリーブオイルのあれで文化講座でバイブルとなんかあまりつながらないような感じですね。はいはい、オリーブオイルソムリエ協会さんが最初から、はい、オリーブオイルに関係のあるいろんな文化講座を、はい、開催したいっていうふうに言ってくださっていて、はいはいはい、で例えば、オリーブオイルだからギリシャ神話とか、はい、あとこうおしゃれにこう書くキャリグラフィーっていうようなものとか、はいはいはい、でそういう中で聖書の世界もオリーブオイルたくさんというか、もうほとんど聖書の中に油っていう言葉が出てきたら、はい、全部オリーブオイルのことなんですけど、すごくそうなんですって私もいろいろあるのかなと思ってたんですけど、はい、結局サラダオイルっていうのを工場で作る、はい、何千年前からそんなこと作れないわけですよね。そうするとそれこそアブラハムさんの時代から、はい、実を摘んで、はい、それでこう潰して、はい、搾油して絞って、はい、出てきた油がすぐ舐められるって言ったら、はい、世界中のオイルの中で、はい、もうオリーブオイルぐらいしかないらしいんですね。脱色とかそういう、こう脱臭とかしないでも使える 100% のいい油っていうのは、それでそうなの、聖書の中にはオリーブオイルがたくさん出てきて、はい、食用だけじゃなくって、こう灯火用、はい、灯火を灯したりとか、はい、あともちろんこう神殿へのお捧げ物だったりとか、はいはいはい、あとは医療用ですよね、具合悪い人につけて差し上げたりとか、だからいろんな意味でオリーブオイルがたくさん出てくるから、はい、そういう話を混ぜながらバイブルの話してもらえませんかっていうのが最初の出会いだったんです。オリーブオイルソムリエ協会さんと。はい、実はですね、はい、あれこれほとんど打ち合わせなしに今いろいろお聞きしてるんですけど、はいはい、最近私もちょっと聖書勉強し始めてるんですけども、はい、ゲッセマネじゃない、はいはいはい、オリーブの園っていう意味ですよ ね、最後にこう、はい、あれイエス様が祈られた十字架にかかられる、はい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 、あそこオリーブ、はい、オリーブの園っていう日本語だとそうだけど、はい、ゲセマネっていう名前ですよね。あ、はい、オリーブ園といったりとか、オリーブの樹木がいっぱい立ってるということなんですね。そういうことなんですよね。なるほど、はい、今ちょっとお話聞いてね、たくさんあって、例えばメサイアって皆さんよく年末歌われたりとかしますよね、はいはい、メサイアってメシアのことなんで、はいはい、メシアって油注がれたものっていう意味があるので、はい、オリーブオイルを、神様から油を注がれたものっていう意味で、油を注ぐってよく言いますよね。それです、はい、それは油っていうのはオリーブオイルのことなんですか。そう、もうサラダオイルとかごま油とかじゃなくて、オリーブオイルのことです。あ、そうなんですか。全く知りませんでした。ね、だからすごい、なんだろう、バイブルはもうオリーブオイルとこう直結しているような、はい、
もう神様の祝福とか、神様の何だろう、こう命じゃないですけども、それもこうオリーブオイル、すごくこう、表されてる、はい、言葉で。これあれですよね、なんかその例えば別にあの特にクリスチャンじゃなくても、はい、お料理好きな人が、はい、ちょっとねオリーブオイルって、まあ、健康にいいとかっていろいろ、はいはいはい、いうこともあるので、うん、あのまあね、オリーブオイル使って料理使ったりしてるね、あの主婦の方がね、はい、ちょっと逆にバイブル手にしてみたら、はい、もっと別の意味でこう、はい、身近に感じることがあるかもわかりませんね。そうですね、はい、なんで今この、 あの、テイスティングアミニストリーっていうのを、はい、あのやってるんですけども、はい、まあ、これはあのコンサートじゃないんですが、はい、いろんな種類の油をオリーブオイルテイスティングしていただいて、はいはいはい、あの舐めていただいたりとか、はいはい、味わっていただいて、どれが一番好きですかっていうことを皆さんにお尋ねして、で実はすごく高いのがお好きっていう方もおられれば、はい、実は普通のスーパーでね、はい、あのどこでも買えるようなものがお好きだっていう方も いたりとかするんですけども、はいはい、ご自分の好きなオイルをテイスティングしていただいて、はいはい、であのなおかつオリーブオイルの歴史とか、はい、こんな効用がありますよっていうお話をさせていただく中で、嫌でも聖書が出てきちゃうっていう感じなんですけど、はい、はい、なんで少しでもあの知っていただける機会になればなと思って、はい、やってます。はい、なんか本当に、一番最初の話じゃないんですけど、はい、ね、あの久保田早紀さんとしてデビューされた、うん、まあ、久米さんで、はい、本来はあのテレビの向こうで見てた方たちと一緒にこういうお仕事されててっていう話をさっき話したんですけど、はいはいはい、当時僕もテレビで一生懸命久米さんを見てましたんで、はい、なんて素敵な、ね、いい歌なんだろうと聞いてます、ありがとうございます。本当に今日はいろいろお話を聞けて光栄です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、CD のことについてもこのホームページ見ていただくと、リンクされてますんで、ぜひ CD お聞きになってみてください。本当にありがとうございます。ありがとうございます。